さてと来ましたけど、ミニバスとかおらんかな。だいぶ水増えてんね。雨の影響ですね。前回の動画の中で、まあ前回の動画の続きなんですけど、まあ夕方ね、昨日雨が降って気温が下がってタフった可能性を考慮して、でリアクションとかじゃなくてスローダウンが基礎出ましたみたいな話をしたと思うんですけど、まあ同じことをこっちにも当てはめて考えていこうかなと思って、とりあえず水温を測ります。11度なんでスローダウン展開していきたいと思ってます。で引っ張り出してきました。いまいち使いどころが分かってなかった西生まれです。こいつを使って、まあボトムズル引きですね。前回はデスサイズの爪カットでやってましたけど、でっかいのついてるからでかくしました。でマンボとかでもよいって感じなんだけどさ、あんまりこうチュン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 ってアクションさせてじゃなくて、もう本当にひたすらズルズルですよ。ひたすらズル引きなんで、余計なパーツは、まあ余計なパーツというか派手なパーツはいらないかなっていう。かといってカバースキャットみたいにずんぐりむっくりじゃなくて、ちょっとテールとかヒゲのピロピロがあるよみたいな、そんな控えめパーツは欲しいみたいな。あ、ナマズじゃんって。そういやでもナマズあったわみたいな。でやっていきます。晴天無風ですね。冷え込みからの晴天無風、そりゃスローダウンですわね。あとは魚がどこにおるかですけど、どこにおるんやろうね。いまいちどこやればいいか分からん。とりあえず樋口のとこ行ってみるか。この園庭際とかをうろうろしてないかなーなんて思ってた時代もありましたかね。俺は寒いな。日向におると暑いけど日陰におると寒いっていう、つまり寒いんで、太陽パワーのせいで暑いだけで気温自体低いんですよ。もう流れ込んだよね。まだ水がずっとボト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 いってる。どんどん水が増えていきよら。いいこっちゃいいこっちゃやけど、冷たい水が流れ込んでたらね、意味ナッシングトゥードゥーなんだけど、意味ナッシングトゥードゥーじゃないけどね。流れ込みの水温と今はここのここ測った水温一緒だからさ、ボツ動画で以前来た時に測ってるんで、流れ込みの水の温度ともう一緒になってる。まあそれまではね13度と流れ込み10度11度みたいな温度だったんだけど、まあ、全体が11度まで下がっちゃったからよしって感じもう水全体的に一緒だと思うからな、安定はしてるとは思うけど。そこそこ昨日寒くなったけどね。場所どこがいいんだろうね。浅いところなのか深いところなのか、日が当たるところなのか、シェードなのか、何一つ判断がつきません。何一つ判断がつかない状態でこの釣りするってまあまあしんどいけど、多分その魚探そうっつって、なんかそれなりに早い釣りしたところで反応がないと思うんだよなバスさえ見えてくれやいいんやけどな。こんだけ水切れやったら見えてもいいけどね。見えんね。バスどころかちぎりとかの姿も見えませんね。水温11度あるけど、やっぱ多少ないとこ下がってると思うんだよな。昨日の冷え込みでまあまあ風吹いたしね。考えたら加工気味と考えてもいいと思うんですけれども、でもな、デスサイズで、デスサイズの動画はあれだもんな、ちっちゃい魚だったからっていうのもあるからな。でっかい魚やったらまた話が変わってきそうといえば変わってきそう。まあでもスローダウンは効率の問題だから釣れないことはないと思うんだよな。釣れない、釣れる釣れないはまた別問題だと信じたい。はあ、ダメだな。鏡のような水面、スーパーナギ、浅いところに魚がおらんよな。おらんよね。この釣り当てもなくブラインドでできねえぞ。もう心折れてきたんだけど、ふらーっとふらーっとお願いします。ふらーって浮いてきてたら旋回あれなんだろう、あれ行か、あやべ超左行った、あれ行か、今日やったらまあまあやと思うけど、でも恋っぽさあるよないや恋でもいい、釣れるんなら恋でもいいし、
濃いね、近くにバスいる可能性もいくらである。とにかく生命感があるのが大事。でも浮いてたよな今、ボトムじゃねえよな、ミドストの方が良かったか。めっちゃ魚見えそうで見えないんだよ。もうちょい水温上がったら降りそうだけどね。うん、おっ、いった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 、あれは絶対魚。すげえ、もう見えるか見えないかのギリギリのラインやったね。あ、無反応、これは無反応ですね。ここにいんのか。バスじゃなかったか、バスじゃなかったか、あるか。いや、ないだろう。あの泳ぎ方はバスっぽかったよね。ギリギリなんか影が見えたぐらいだから、全く魚種は判別できなかったけど。でもあのサイズ感と泳ぐ速度感はバスってことは、ここあるな。でか、濃い、濃いでもいい。お、いたか。濃いの近くにバスおらんかな。ここ生命感あるんやな。ここ可能性あるぞ。でもね、ボトムじゃなさそうだよね。中層って感じするけど、どうだろう。寒っ。バスいる？どこにいたの？バスのスクールなんですけど、アホほどいっぱいおるんやが。やっぱいたじゃんここ。一匹も反応せん。え？嘘でしょ。マジで言ってる？消えたし、そして。あ、俺は今何を見たんだ？幻を見たのか？無反応。え、俺が魚を。あ、待って、あれバスか？あれバスや。あれバスや。あいつだけなんか残ってるぞ。中層じゃないとダメか。え、マジで反応せんやん。うわぁ、釣り方が間違っとる。お、反応したか。対抗できそうな手段が思い浮かばん。スモラバとか持ってるわけじゃないし。
めっちゃいるやん魚やっぱり。でなんで反応させてきらんの俺は。いなくなったわ。潜在一群じゃん。ここバスいるじゃんね。めちゃくちゃいたけど全然ダメやって。さっきまで全然おらんかったやんちぐらいおらんかったねな。急にどっからやっぱそこの段差のとこにいるんか。見えてないだけで。でも水はそこそこ綺麗やけど別にそこ、わあ、痛い。めちゃくちゃ嫌がるやん。めちゃくちゃ嫌がるやん。完全ノンアクティブですよ。バスはいいのに反応させきらんわ。完全にルアー嫌がってんな。あれ食わんな。あれは食わんな。ワームちょこちょこやっても釣れんからちょっとプランを考えていきましょうか。バス見えまへんね。おらんのか。とりあえずキャスターしてみる。チェイスがあるわけでもなく、そこなんかおるな。バスじゃねえかもしれんけど、鯉みたいなのがおる。鯉でもいいわこの際。やば、でっか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 、影から出てきた。マジかでっかでっかでっか、岩の影から浮いてきた。びっくりした。でっか、やばいやばい、でかいでかいでかい、びっくりした。あれおらんやんって思って、やばいやばいやばい。よっしゃ、いた。プリプリホバスター、影から出てきた。うわ、手が震える、びっくりした。でっか。
かいたね。前日当たりをつけていた場所、手震える当たりをつけていた場所で翌日入り直しホバスト来た、でかいやべえ、久しぶりに手震えるわ、マジか。クリアウォーターだと素晴らしい。ちょっとルアーを口に引っ掛けさせてください。刺してないからね。よいしょ、よし、サムネを。いやーすげえ、見てくれ、プリスポーンとは言わないけど、プリスポーンとね、みんなが言うプリスポーン、カラフテーシー、ほら産卵管が出かけてるメスです。素晴らしいですね、浅いところに。でも全然尾びれとか何もなってないでしょ。だから産卵前の餌食いたがってる系です。説明が後になって申し訳ござらんが、まあ昨日ねすごいここで魚がいっぱいいたんですよ。でも全然反応しなくて、どげしょっかなと思って一日考えたんですけど、やっぱり中層系、浮いてるから魚が、ボトムとかじゃなくてやっぱり浮かせる系の方が強いと思ったし、かつ言う、もっと言うとアプローチというかルアーのパワーが強すぎると魚がビビっちゃうちゅうのもあって、まあフィネスアプローチかなと思い、じゃあホバストでしょということでホバストを用意してきましたけど、俺はね当初の予定はねサイトで釣るつもりだったんですよ。でも魚が見えてなかった、そこの岩がダンってなってるところに、なんか生き物がいると。でもサイズ的には鯉かなと思ってまあでも鯉が近くにいるバスもいるんじゃねみたいな、いつもなんかちょいちょい言ってるけど、そういう期待値を込めてねやったら、あらダメだなって思った。足元でふわー浮いてきてパフーいったわ、手が震える。素晴らしい魚でしたね、リベンジ早いやー昨日散々やったけどダメやったもんな、まあ、前回じゃねえけどこの間の S サイズの時もそうだけど、釣り方が合ってなかったらマジで釣れんけどね、釣り方があったら途端に釣れる。本当はサイトフィッシングで撮るつもりだった。どう、まあ魚が見えないからさ、ホバストで浮かしたって感じだね。いやーよかったな、今のは浮いてきたね、びっくりした、回収済んでよかったね、足元まで引いてきて。よし、さすがにもうおらんか、ちょっと人の気配ありありになっちゃったもんね、さっきまで見えていた鯉とかもいなくなっちゃったもんな。さすがに無理か、まああの一匹が釣れたから同じでしょ。タックル紹介、ファクトの 61ULSD、 フロの3ポンド、まあ、フックとかシンカーは適当あったやつ、シンカーのウェイトは多分 0.2 以下、まあ96分の1オンスのネイルシンカーを切ってるから、まあ、厳密に何グラムか分かんないけど多分 0.1 か2、まあ2ないかなぐらいかなのウェイトです。でワームがドロップショット見のミシネルワークさんの、てか隠れた名作やと思いますよ別に忖度なしでこれめちゃくちゃいいです、ミドストホバストにマジで忖度なし、初心者ほどありだと思う。色合いも素敵なんですよね、このパール、腹のパール感、怪しく光るこの色味、色味強いよな、まあ、フラッシュ J とかスーパーホバリングフィッシュとかとまた違う使用感だけど、逆にその初心者向けやと思うわ、アイウェーバー理論です、いわゆるね、まあこだわりがある人にはね、まあちょっと物足りない部分はあると思う、結構控えめっちゃ控えめだからね、だからまあやってみようの人にはマジでおすすめです、ドロップショットミノはどの辺が、後々解説しようかな、ルアー解説かなんかで。いやークリアウォーターいいなー、まあ俺水きれいな方が好きなんだよな、あんまりないんだけどさこの辺そういう場所が、俺水きれいなところの方が好きなんで、まあ、なんかルアーらしいルアーフィッシングはあんまりできないけど、こういうのがね俺好きなんで、俺結構ライトリングの方が好きだからなまあでも
あんまり映像映えはしないのかな。でっかいルアーでドッカーンっつった方がかっこいいんかな。分からんけどな。俺も別にライトリングで釣ろうがなんだろうが、ちゃんと釣ったらかっこいいと思ってる人なんで、別に無理やりビッグベイトとか使うのがかっこいいと思ってないからな。ビッグベイトが一番釣れるタイミングでビッグベイト出すんならかっこいいけど、ホバストが一番釣れるタイミングでホバスト出した方がかっこいいよな。もう分からんけど、まあでもこの水がきれいな場所ならミドストホバストは必修科目ですからね。もちろん毎回これが釣れるとも限らんけど、クリアウォーターフィールドの皆さんはホバスト始めるならこいつドロップショットみろ。宣伝宣伝というよりこれマジ普通に優秀ですからね。ということでお一ついかがでしょうか。ワームならお求めやすいと思います。ナマズくんは未だに使い方がわからない。はい、じゃあね。